アメリカ会員は7月1日、香港国家安全維持法を支持する個人法人や取引をしている銀行に制裁を課す香港自治法を可決しました。ペロシ議長は、アメリカはビザの制限や金銭的な罰則など、実行可能なすべての選択肢を検討しなければならないと述べました。2日には上院を全会一致で通過しました。同法案はアメリカ政府に対し、 中共幹部や関連団体、銀行に対する制裁措置を講じるよう求めています。ペロシ下院議長は1日、香港国家安全維持法は、一国二制度の終焉を告げるものだと述べました。 議長は世界に、中共を非難するよう呼びかけました。下院外交委員会副委員長のマッコール下院議員は、世界は中共との戦争に勝たなければならないと述べました。 法案を共同提案したパッド・トゥーミー上院議員は2日、法案はできるだけ早く上院を通過し、大統領の署名を得る必要がある。アメリカは香港の人々を支援しなければならないとツイートしました。ブラッド・シャーマン下院議員は2日、法案の可決を支持し、アメリカが香港人に亡命を許可すべきだと提案するツイートを連続で投稿しました。 ツイートでは、デモをしたからといって、無期懲役になるようなことはあってはならない。今、香港人は自分の安全を心配して香港から逃げている。我々はその権利を支持すべきだ。中共政府が香港にしたことの結果を報いさせなければならない。と述べています。香港自治法は先週上院で全会一致で可決され、1日には下院で全会一致で可決されましたが、細かい技術的な変更があったため、 二日に上院に戻されて新たな採決を受け、再び全会一致で可決されました。上院はその後、同法案をホワイトハウスに送りました。法案はトランプ大統領が署名すればすぐに成立します。中共が導入した香港国家安全維持法が7月1日に施行されましたが、直後にアメリカ議会の両院で香港自治法が可決され、アメリカ政府に対し、 香港の自治を脅かし弱体化させる中共幹部や団体への制裁措置と、これらの団体と取引のある銀行への制裁措置に力を入れるよう求めました。トランプ政府はこれまでにも中共幹部に対するビザ制裁や、香港への輸出規制など、中国当局に対する一連の制裁を行っています。ポンペオ国務長官は1日、議会が中共への制裁を強行する法案を成立させれば、 政府はこれに従うと既に表明しています。NTD ジャパンがお伝えしました。